Hello there. ブタさん？お母さんが私の結婚費用に貯めてくれてて、これでどうかバイトだけ。私たちを鬼にする気？大事に使わせていただく。あのね、ぼっちちゃん、りょうはこう見えてめちゃくちゃお金遣い荒いの。え、お金持ちでお小遣いたくさんもらってるけど、楽器につぎ込むから常に金欠だよ。これで私は所持金が底をついたので、草を食べて生きていきます。あれ、冗談よね。本気な気がする。あ、りょう先輩、こんにちは。二人早いね。本当に草食べてる！あ、りょうさん、お会計。ごめん、今お金ないからおごって。おごって。りょうさんがここに誘ったんじゃ。おごって。最近草しか食べてなくて限界で、お願いおごって。おごって。いらっしゃいませ。今お金がなくて。ベース、私いいやつ結構持ってるんですけど。いっぱい差し上げますから。いや、その何本ですか？3本がお望みですか？いや、まずはチケット。来月お金返してくださいね。私は約束破ったことない。前の返してもらってないです。りょう、さっき塩ソフト食べてなかった？アイスは無限に食べれる。あのアイス代も返してください。ぼっちちゃん、他にこいつから返してもらってないお金ある？あ、いや、お姉さんからはもう。クズども、返すの遅くなってごめんなさいって言え。遅くなってごめんなさい。で、ぼっちちゃんが、お姉ちゃん誕生日近いしプレゼントかな。特にない。いらねえ。だって、終わった。ぼっち、私はディングウォールとルフェの新作ヘッドレス、それとダーククラスのアンプヘッドが欲しい。